太陽の子は NHK 総合 NHKBS4KNHKBS8K にて終戦75年目の2020年8月15日に放送された日本のテレビドラマ国際共同制作特集ドラマとして制作され第二次世界大戦末期に京都大学で行われた各分裂エネルギーを用いた新型爆弾の開発において 原子物理学の研究に没頭する一人の若手、研究者が戦争という時代の波に翻弄されていく、姿を史実に基づいて描く。作、演出は黒崎博史、主演は柳楽優也。8K ドラマとして NHKBS8K にて2020年7月11日に先行放送されたほか、同年7月18日の三浦春馬の死去後、三浦が出演した。 未公開作品のうち初めて放送されたものである。テレビドラマ版とは異なる視点で描いた映画版が2021年8月6日に公開された。なお、本作が三浦が出演した作品の中で最後に公開される作品となる。作、演出を手掛けた黒崎博が約10年前に仕事で訪れた広島の図書館で太目に留まった 広島県史という資料集を開き、収録されていた京都大学で原子物理学を専攻する若き科学者の日記の残片を目にし、そこに何気ない言葉で綴られた科学に情熱を注ぐ若者の当時最先端の学問、原子物理学に対する憧れと平気転用への葛藤、一方で今日何を食べたか、どんな人が好きかといった等身大の青春に心を揺さぶられ、この 若者たちの物語を形にしたいと思い立つ。日本海軍より原子爆弾開発の依頼を受けて、京都帝国大学理学部教授、荒勝文作の研究室で行われた F5 研究の実話に基づくフィクションとして、神の日のタイトルで執筆されたシナリオは、三段ンンスインスティチュート、NHK 賞の2014から2015、NHK 推薦作品となり、 2014年8月の脚本ワークショップでの開講を経て、翌2015年のサンダンスインスティチュート NHK 賞2015に NHK 推薦作品として出品され、スペシャルメンション賞を受賞。その後、太陽のこと解題され、10年以上もの構想の末に、戦後75年目にあたる2020年のテレビドラマ化、翌2021年の映画化に至った。 国際共同政策により国内外から参加した多数のスタッフが科学と戦争というテーマに国籍問わず議論を重ね 8K の最新映像技術を用いて映像化されている第二次世界大戦の末期を迎え海軍から京都帝国大学の物理学研究室へ核分裂のエネルギーを利用した新型爆弾の開発の命令が密かに下される 研究者たちは日本を救うべく核エネルギーの研究に取り組む一方で、兵器開発を進めるべきかをめぐって葛藤する。研究好きの学生、石村治も核爆弾開発の実験を重ね、一方で、建物疎開で家を失った幼馴染の朝倉四つ、戦地から一時帰還した弟の広雪との同居生活に束の間の平安を得る。新型爆弾の開発は、 父として進まず、研究者たちは、次第に、研究の継続に疑念を抱き始める。やがて広雪の戦地への赴任が決まった矢先に、広島市への原子爆弾投下の一報が届く。広島へと赴いた研究者たちは、焦土と化した、広島の街を目の当たりにする。各物理学者たちが、お国のためという大義名分ではなく、各分裂によって発生する美しい光に、 見せられたり、教授の語る夢に感化されながら、核開発に邁進していくのがリアルで恐ろしかったとの評を受け、また、純朴さと狂気を合わせ持った、主人公を演じる、ヤギラユーヤの演技力、対照的な三浦春馬の短性さと、有村架純の強さ、田中優子の凄みも素晴らしかったと演者の演技も評価され、2020年8月度ギャラクシー賞月間賞を受賞した。 一方で本作の時代交渉に対し、NHK 大河ドラマなど数々の作品で時代交渉を手掛けた同局シニアディレクターの大森洋平は、石村博之の帰郷シーンについて、陸軍歌手官であるはずの博之が、陸軍の歌手官兵用の軍服を着ているのに、なぜか襟章が将校たる、将位のものであり、歌手官兵なら、重権、将校なら、軍刀を左腰に釣らなければいけないのに、 どちらもない丸腰だった、京都帝大の学生たち小銃を担ぎ更新する、出生シーンについても、昭和19年以降、学生たちは個別に出生したはずであり、同時期に入隊する場合でも、小銃を担いで更新したりはしなかったことから、昭和18年東京、神宮での学徒出陣総公開のイメージを間違って、理解したものである、として、疑問を呈している。 国際共同制作映画として、テレビドラマ版とは異なる視点で描かれ、2021年8月6日に公開された。ありがとうございます。